こんにちは。今日はね、冷凍庫に保存してたお野菜とソーセージ、こういうのを使って美味しいカレーを作ろうと思います。はい、今日の材料です。こんな感じでね、市販のルーを使います。これ私がとても気に入っている業務スーパーさん の、 あの業務用のカレー、甘口なんですけどね、とても美味しいと思います。私カレーはもうこれに決めてます。それと、冷凍しておいたソーセージですね。もうね、すでに切れ目を入れてマヨネーズで炒めたものを冷凍してます。で、使う時に少しずつ出して使う感じですね。で、それからこれはあの冷凍のミックスベジタブルですね。もうおなじみですね。冷凍庫にはもう必ず入ってるという、はい、この子に今日も活躍してもらいます。それと玉ねぎですね。これ、いただき物の玉ねぎをちょっと食べきれなかったのでね、ちょっと切って冷凍庫に入れてたやつです。もう使う時にね、少しずつ取り出してこれも使ってます。ね、めちゃめちゃ便利ですよね。使う分だけ取り出せるので。今日のね、材料大体こちらの、4つでね、できると思います。じゃあお鍋ですね。まず玉ねぎを入れます。かな、これね、赤い玉ねぎと白い玉ねぎがね、混ざってます。この赤とね、この普通の白いやつね、なんか混ざってる方がね、楽しいですねはい、これくらいかな。ちょっと残ったやつはね、また置いといて何かに使おうと思います。ちょっとミックスベジタブルですね。これもこれぐらいですかね。はい、ソーセージですね。これね、切れ目がもう入ってるので、これごと使います。ちょっと切ろうかなと思ったんだけど、このままね、使っちゃいます。すごい大雑把な料理ですはい、全部材料入りました。こんな適当でいいのかと思うけどはい、こちらでできます。はいこのルーはね、もう煮えてから入れるのでちょっと待機してもらう。こちらに、このポットのお湯ですね。ポットから取ってきたのがめちゃめちゃ熱いお湯、これを入れます。これぐらいかな、これぐらいかな、もうちょっとかな。こんなもんでね、いいかなと思います。で、じゃあこれを火にかけますね。そしたらね、蓋をして火をつけます。大体中火でね、中火でいいと思います。はい、とてもね、大事なことをね、言い忘れてたけどね、コンソメをね、入れるんです。では、こういうね、キューブのコンソメがあるでしょ、ポトフとかに入れるやつね、これをね、カレーに入れます。もう煮る段階で一緒に入れちゃうのね。一つじゃ薄いかな、もう一個入れもう一個入れましょうね。はい、これで OK です。じゃあこれで煮ていきます。で、グツグツいってきたしね、ちょっと煮てみようね。はいはい、煮えてますね。ちょっと混ぜましょう。
こっちね、玉ねぎとかね、こうもうくっついたままだけどね、この状態でね、全然大丈夫です。もうこのまま食べちゃいますのでね。はい、このカレーをね、ちょっと割って入れようね。一回火止めようね。こんな感じですね。いくつぐらいいるのかな。2つじゃ少ないよね。まあ、まず2つ入れますね。2つでちょっと見てみましょうね。入れすぎるとね、ちょっともうあれなのでね、後で足せるから2つで。入れて、こんな感じですね。ちょっととろみももう少し欲しいかなと思うので、もう一かけら入れましょうか。でもう一かけら入れるね。はい、ね、もう一人ね。これでどうかしら。あー、いい香りがしてきた、ね、このカレーの香りがね、なんかお家の外までこう漂うとすごく幸せな、ね、家庭の香りしませんか。なんかね、なんか道路歩いてて、なんかカレーの匂い漂ってきたらね、わ、なんか幸せそうな家庭だねって勝手に思うのは私だけかな。やっぱ家庭の味ですね、カレーは。家庭料理の代表格です。とろみもついてきましたね、少しね。じゃあ一回止めましょうね。はい、でこちらでもあとはこのまま寝かせておきましょう。15分ぐらいね。どっちみちこんな熱々ね、食べたらね、お口の中ハフハフやけどしそうだから。ちょっとね、ここのところで落ち着いていてもらいましょう。でもで、ほら、美味しそうじゃない。はい、そしたらね、15分ほど経ったので、こちらの、ライスのね、横にカレーを入れようと思います。ソーセージのお野菜がね、たくさん食べられそうね。カレーライスの完成です。今日のお昼はこのカレーをいただきます。そしたらまた見てね。バイバーイ。おいしそう。